佐藤康彦は、日本の工学者。専門は建設物設計工学、複合構造。早稲田大学理工学術院社会環境工学科、教授。セメント協会論文賞等受賞。北海道室蘭社会高等学校を経て、1989年室蘭工業、大学工学部土木工学科卒業。1991年北海道大学大学院。 工学研究科土木工学専攻博士前期、家庭修了。1994年北海道大学大学院。工学研究科土木工学専攻博士後期、家庭修了、博士。角田与たえふみ研究室出身。学位請求論文は、連続性補強コンクリート部材の洗壇体力に関する研究。1994年北海道大学工学部助手。 1995年論文、連続性補強剤を有するコンクリート針の、戦団体に正常でコンクリート工学解消、論文賞受賞。2005年北海道大学大学院、工学研究科助教授。2007年北海道大学大学院、工学研究科准教授。論文、凍結誘拐作用及び塩化物イオンの浸透に伴う。 セメント効果体特性の変化により2013年度セメント協会論文賞受賞2018年早稲田大学理工学術院社会環境工学科教授早稲田大学創造理工学部教授早稲田大学大学院創造理工学研究科教授早稲田大学理工学術院総合研究所兼任研究員、北海道大学大学院工学研究院客員教授 専門は、設計工学、複合構造。土木学会論文集委員会副委員長、北海道土木技術会劣化した、コンクリート構造物の構造性能評価研究、小委員会委員長等も務めた。AB、北大を知り、北大で学ぶ早稲田大学理工学術院、創造理工学部社会環境工学科教授。 北海道大学大学院工学研究院客員、教授佐藤康彦北海道大学 ABCD、お知らせ国土交通省北海道開発局、国土交通省 ABCD 佐藤康彦教授、早稲田大学北海道大学、博士校大3377号、1994年3月25日、 コンクリート工学会賞と受賞者コンクリート工学会受賞情報北海道大学指名佐藤康彦佐藤康彦和世田大学佐藤康彦リサーチマップ季節コンクリート構造物の構造性能評価手法の開発等だスカラーシップファンデーション委員会構成土木学会劣化したコンクリート構造物の構造性能評価研究省委員会北海道土木技術会 ありがとうございます。